多摩蘇祖多摩蘇号は、株式会社摩蘇号が、東京都多摩市の多摩センター駅前で運営していた、百貨店。開業時のキャッチフレーズは、はじめまして、新、山の手社公会。将来人口約31万人の新都市を、計画していた、多摩ニュータウンの中心、多摩センター駅前に立地。八王子祖号、柚月祖号、橋本祖号との連携の下で、 資本金4億円をかけ1988年に会社設立。1989年10月20日開店。西東京地域における祖号のイメージアップとエリアネット顔になっていた。1992年1月から3月に TBS 系で放送されたテレビドラマ東京エレベーターガールの舞台となるも自然問題で。 タマニュータウンの人口が20万人を切る水準にしかならなかったことと、駅から遠い理由から赤字が続き、2000年の祖号グループ破綻により、同年9月18日に閉店する。1階玄関前には、世界の人形時計が設置され、店内のエスカレーター脇には、タマの自然を表現し木に泊まった、多数の小鳥たちがさえずりながら動く、バードサンクチュアリーが設置されていた。 それ以外にもクリスタルタワーもあった。閉店後、多摩センター三越に改装と同時に全て撤去された。ありがとうございます。